今日紹介する作家は甲田露伴。森鴎外や坪内逍遥とともに明治の文壇をリードした露伴の作家としての出発点となった紀行文です。甲田露伴突貫紀行。電信技師として北海道で働いていた露伴は文学への夢が断ち切れず、仕事を辞め北海道から東京まで徒歩と電車の旅に出ます。身には病あり、胸には憂いあり、悪因縁はお江戸も去らず、未来に楽しき到着点の認めらるるなく、目前に痛き刺激物あり、欲あれども銭なく、望みあれども縁通し、よし突貫してこの逆境をいでむと決したり、五六枚の衣を売り、我を愛する人二三にのみ別れを告げて忽然出発す。10日、東京に帰らんと欲すること急なり、されど船にて直行船には濃中足らずして今日薄く、陸にていかば苦しみ多からんが今日はあるべし、仙台にはその人なくばやまむ、あらば我が金を奪べき断りある筋あり。18日、朝霧糸深し、銭はなくなる道なお通し、権という修行、忍という観念はこの時の入用なりと、歯を食いしばって進むに、やがてわらじの底抜けぬ。19日、やらいの大雨、ようよう勢い衰えたるに、今日は待ちに待ちたる松島民とて、勇気も日頃に増しぬ。松島の景といえばただただ松島や、ああ松島や松島やと、個人もいいしのみとかや、一つ一つやがてくれけり千松島と、連ねし技量にては知らぬこと、我々にては鉛筆の1ダース2ダース使いても、この景色を言い尽くしうべしとも思えず。あのさ、風邪を呼ぶ女なんです。かっこいい。雲の糸、今日も風がブワーって吹いてるんですよ。で、みんな晴れ女とかだよって言うから、私しかいないんです。